スコペロス島は、エーゲ海北西部のスポラデス諸島に所在するギリシャ領の島。テッサリア地方、スポラデス県に属する。スポラデス諸島の北部に位置し、その中でも最大の島である。スキアトス島とアロニソス島の中間に位置している。面積は 96.229 キロ平方メートルで、ギリシャの有名な観光地であるミコノス島よりも少し大きい程度。島の中心に標高681メートルのデルフィ山や546メートルのパローキ山があり、高低差の多い地形。そのため、スポラデス諸島の中でも特に緑の多い島である。中でも松が多く、農作物としてアーモンド、オリーブ、ブドウ等が栽培されている。島の首都であるスコペロスの他にもいくつか村が点在しており、2番目に大きな村はグロッサ。スコペロス港より 25km 北に位置し、山側の海抜 250m ほどの位置に建てられている。ここには、紀元前4世紀のローマ時代の浴場跡や、紀元前5世紀のギリシャ神話の女神アテーナを祀った神殿などが残されている。ビーチは西南に集中しており、夏季は観光客が絶えない。2009年8月の平均最高気温が摂氏 29.1 度で最低平均気温が2月の摂氏 7.2 度。年間の平均気温は摂氏 17.7 度の温暖な地域。年間降水量は 794.1mm。平均風速は時速 8.3km ある。1936年の発掘調査で、ミケーネ文明の遺跡が発掘されており、少なくとも紀元前8世紀から人がいたとされる。沿岸部にはエーゲ海特有の白い壁とタイル屋根、木製の窓枠が特徴の家々が立ち並ぶ。2007年9月に映画マンマミーアの撮影が行われ、注目を浴びた。ギリシャ本土の大規模な港であるボロスやテッサロニキからは定期便が運航しているほか、スキロス島、スキアトス島をつなぐ便も頻繁に就航している。島内にはバスが走っているほか、タクシーも多い。http://penopelosgr/stations/skeopelosrationapolosr.txt/noaapr.txt/www.gtp.gr/. ありがとうございます。